YouTube じゃないわ。私はあの宝塚時代ですね、宝塚の予科生1年目の時にとても厳しい生活を、強いられておりましたね。これは誰もが通る道です。当たり前の、ね、厳しい世界です。皆さん言いますけど、規則だけで一冊の辞書ができるぐらいの厳しい世界です。そんな中で私が、1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、毎週のようにやっていたストレス発散法とは何でしょうというね、話をしたいと思います。これ面白い話かわかんないけど、まあ、あの初めて喋る話だし、あの時効だと思ってます今は話しても大丈夫かなと思ってる話です。ほんと普通の世界だと大した話じゃないんです。ただ宝塚音楽学校というね、その厳しいところでやるなんてっていうようなことを私はやってました。何をやっていたかというと、日曜日が休みなんですよ。その休みの日はめちゃくちゃ早起きをして、わざと5時ぐらいかな、すごい時間に起きます。本当に朝一で寮を出て電車に乗り、そこまではねちゃんと規則にのっとってます。清光人とか仁川とか、さすがにこの時間本科生の皆様方は来ないだろうという場所を狙ってですね、缶ジュースを飲み外で缶ジュースを飲んで、踊ってましたうわーいって、うわーやったやったってやって、そして何事もなかったように帰るっていう。缶ジュースも外では飲めなかったですね。余暇服で、はい、余暇服でです。うん、それ本当はダメなんです、音楽学校生はね。うん、そう、外でもちろん外で踊るなんてもってのほかです。授業でもないしね。そう、もうなんか何でもいいから、ちょっと外で何でもいいから、ちょっとあのふざけたいってなって、公園とか行ってブランコわーって漕いだりブランコめっちゃ漕いだりね、やったーって誰もいないぞって言って漕いだり、うん、すごいスッキリ、それをしてました。はい、あとはあの階段を見つけては、神社とかの階段を見つけて男役ポーズをするとか、その音楽学校の予科生は考えられない生活です。これはね、すっごい眠くて辛いのに頑張ってめちゃくちゃ早く起きて出かけて、ここになったら誰も来ないだろうってところ見計らって、森とか林とか、あとあの公園とか誰もいない商店街とか行って缶ジュース飲んで、やったーってやってた。誰かにねそれが見られなかったんですよ。めちゃくちゃ気をつけてた。そうか、あの時の規制はそういうことだったのか。いや、そんな規制発してなかったけど、イエーイ、小さい子にイエーイって言ってた。やったーって、それであの音楽学校の時で習った踊りとか踊ってた。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。よし。